はい、いつもありがとうございます。52回目のイマキュレートサッカーです。はい。で、今回から、50回を超えてきましたね。ね、50回までもうストレート的な感じで、続きましたよね。この1ヶ月ちょい。ね、1日 1.3 ケースぐらいやってるような感じかもしれないですけどね。はい。皆様のおかげでということで、ここまでね、はい、できました。ありがとうございます。ということで、ね、あとメーカーももう残りわずからしいんでね、うちもいつまで続くかちょっとわからないです。はい。ということで、ね、入荷できる限り、まあちょいちょいは入れますけどね、そこがいつ止まるかはメーカー教えてくれないんでね。はい。ということで、最下位、抽選で最下位のお客様、こちらね、16ラッキーって書いてありますけど、もし抽選で再開になったお客様は、次、いわゆる、今回52回目なんでね、53回目も、ワンスポでもご注文いただければ、フリースポットでワンスポットをお付けします。いわゆる1万3000、ね、引き取りの方はですけどね、ソルは別ですけど、1万3000で2スポットになります。はい。ということは半額みたいな感じですかね。まあ、15と16半額ずつにしようかなとは思ったんですけど、ね、最下位はやっぱりちょっときついところも、ね、ありますからね。ほんと残り物残りになっちゃうんで、16がね、次回参加いただくと、フリー、ワン、プラスワン、フリースポットという感じにしました。はい。また1回目ですね、52回目がね、誰が最下位になるでしょうか。ということです。で、くれぐれも注意していただきたいのは、今回52回、ですね。で、今回の抽選で最下位になった方は、53回目、ご注文、いただけないと、フリースポットは消滅してしまいますので、プラス1ぐらい、余裕を持って、はい、ご注文いただけるようお願いいたします。はい。じゃあ、抽選いきましょう。はい。じゃあ、ランダマイズ回数ですね。いつもと同じです。1と1の2は振り直しです。じゃあ行きますね。せーの。ほい。はい。3と6で9回。はい。9回目トップと最下位は、激アツですね。どうでしょうね。はい。じゃあ行きます。9回ですね。1、2、3、4、5、6、7、8。で、次9回目。せーの、ポチ。はい、出ました。ドラフト1位は LFC さん。ドラフト1位は LFC さん。で、ドラフト最下位は KMS さん。はい。文字がちっちゃいと思うので、こちらにまず貼り付けます。はい、52回目のイマキュレートドラフト1位は LFC さんで、ドラフト16位、ラッキースポットは KMS さんです。で、 KMS さんは次53回目ワンスポットでもご注文いただければ2つになります。はい、ワンスポットフリースポット、フリースポットになりますね。ワンスポットがね、はい、ということですね。いや、ぜひ53回目もご注文ください。プラス1になりますんでね。はい、よろしくお願いします。じゃあ、ドラフト順位を見上げます。ドラフト1位は、LFC さん。ドラフト2位 KMS、 あ、2位だったんですね。2位と最下位ですね。はい、あ、結構ニスポにしては上出来なんじゃないでしょうか。はい、3位が HK さん、4位が SCH、 5位杉さん、6位 YM さん、7位エンジョイさん、はい、8位 NOK、9位ジョンソン、10位エンジョイ、11位 SAT、 12位、TSK、13位 NOK、14位ジョンソン、15位 NOK で、16位が KMS さんになります。ちょっとね、ややこしい、プラスアルファなボーナス的な感じでね、申し訳ないです。よいしょ。はい、じゃあ、箱から、まず小箱ね、
取り出していきます。でフリースポットの持ち越しはできませんので、 KMS さんは53回目、可能な限りご注文、はい、いただけますようお願いいたします。でもうちももうそろそろいつ、あ、ないよって言われるかちょっとわかんないくらいになってきてます。その辺はね教えてくれないんですよね。その辺はあのどのディーラーにも平等じゃないといけないんで、あと残りどのくらいとか教えてくれないんですよ、うん。なのでうちもいつまで、できるかは全く分かんないです。ただそろそろとは聞いております。まあこれだけいい商品ですからね、アメリカの方でもかなり開けられたんじゃないでしょうかね。よいしょ。で53回目もあのラッキースポット付きですね、はい。ですので、ぜひご注文ください。53回目の場合再開になったら54回目がプラス1になりますんでね。はい、じゃあ、52回目いきます。よいしょ。はい、まずシェーンロングさん、55-75 ですね。まず取り出します。はい、一番下は見ないです。まずロングさん、はい、ジャージカード1枚目バーディ1番ですね、これね。はい。で、次は、アラバ。はい、44-49、アラバ。はい。あ、これはジャンボパッチだけど、チェフで、これ21枚しかないですね。21しか取れなかったのかなっていう系です。はい、ジャンボのパッチです。チェフ。7-21。はい、チェコですね。どこでしょうかね。で、まず3位は、カルロス・サンチェス。あ、ジャージナンバー一番近い、4-75。はい。で、3位2枚目、ペリッチ。32-65。はい。で、次。はい。もう一箱目から、はい、来ました。せーの。メッシパッチオート。しかもこれアセテートですね。8-10です。ジャージナンバー分しかないメッシのパッチオートで、10枚中当店で見た限り3枚目。10-3枚出てます、当店で。メッシのパッチオートです。8-10。はい。で、ここはね、髪の毛が入ってるんじゃないかと思うんですけど、ここボールのあれなんです。ボールの後ね、ちょっと、フェードアウトしてるような感じで、ちょっとね、あれですけど、ボールのところですね、これね。はい。店長のセーターの、毛糸がついてんじゃないとか、あ、思わないでください。ボールのあれです。8-10、メッシです。はい、初っ端ワンボックス目でメッシ、来ました。はい、2箱目。はい、バスドストさん、71-75。特徴あるね方ですね。よいしょ。はい、まずドストさん、おお、パッチじゃないですけど、メッシュです。29-49。お、次のがいい、次のいいっすよ。はい、いきますよ。せーの、ジャンボパッチブッフォン。しかも6-6。写真もかっこいい。これどこの部分ですかね。種別は何か書いてないですけど、
胸のとこ、胸のここかな、うん、どこでしょうね、ちょっとわかんないです。でも6の6のブッフォン、前なんかこの6番でブッフォンで1番でしたっけ、なんか出ましたよね、うちでね。はい、パッチも OK、 ユベントスのブッフォンパッチジャンボ。はい、で次もパッチで、カイルウォーカーですね、27の35、やっぱ出ちゃうね、今くれね、はい、普通に出ちゃいます。はい、なので普通に3、普通に引けちゃいます。はい、ヒースさん65、75、アメリカ。あ、次も OK ですよ、せーの、はい、レジェンドのニステルロイです、8の50です。一番違いか、はい、でもオンカードだとあのね、レボリューションとはまた違ったプライスがついておりますはい、オライン最後も OK です。はい、セレブレーションのトーレス5の49、これもいいですね。はい、セレブレーションシグネチャーのトーレス、トーレスもそんなに、ね、サインの枚数、発行枚数そんなに多くないです。ちょいちょいちょいぐらいしか見ないです2箱いいですね。はい、あ、またドストさん、今度8の75、はい、2ドストさん、下がちょっと熱いやつとレデがありますね。はい、まずドストで、ダブルジャージはベラッティとカバーニ、24の75、コサンジェルマンで、ジャンボのジャージはパコ・アルカッセル、25の35、これはスペイン。お、これもいいですね、ハットトリックのトリプルパッチですね、フェルナンド・トーレス、これこの間見たジャージになんか似てますね。はい、二つこういうところで、ここの中が、ね、なんかのタグか、タグじゃないか、ネームかなんかのとこでしたね。9番でしたね、背番号。で、レデンプションは、シャドーボックスのエリック・ベイリーですね。これいいよ、やっぱね。はい。普通に出ちゃうよね、うまくいるといいです。メッシ来て、フェルナンド・トーレス来て、ニステル・ロイ来て、ブフォンのジャンボパッチ来て、はい、ギグスすごいね、8の15です。ギグスの、プラチナオートですね。プラチナっつも、あのプラチナじゃないか、ブルーかな、プラチナ101ですからね。はい、満遊のギグス。あ、最後も結構面白いカードが来ました。はい、ブーツシグネチャーで、ヤンコですけど、この中にもシューズの中にもヤンコシグネーチャーが書いてあります2つ書いちゃってますね。1の15です。通常のブロンズから、あ、金ブロンズだから2番目か、でも15だからちょっとショープルですね。ダブルシグネーチャーになっております。シューズの上に書いちゃってるね、裏はないですね、裏書いてあったらね、爆笑もんです。はい、ダブルシグネーチャーのブーツですね。いや、もう5箱目開けたような感覚ですね、これね。はい、これが4つ目。お、レバンドフの3の10。はい、レバンドフ。よいしょ。はい、真ん中ちょっと厚い系ですね。ここブーツかな。はい、グアラダと。これユーベ。で、次はダブルジャージのデパイです。コーランダ、48、49。で、次はシューズですね。ブーツメモラビリアのアンドレ・ゴメス、26の50。すごいです、なんか鉛のようなとこですね。ね、これ取って届いた方はちょっと硬さ金属なのかどうなのかちょっとわかんないです。はい、すごい部分です。はい、
で、こっからオートは、まず、ブリント、万葉のブリント、珍しいですね。ちょっと少ないです。13の20ですね。うん、ちょっと小プリだと思います。で、サイン2枚目は、シュールレーですね。21の65。はい。これいいですよね。もう今5枚弾いてます。6、5位の方でも、ニステルローイのオンカードが取れる。で、ラスト。6位の方でもデブルイネが取れる。49の75です。モダンマークスオンカードです。店長がね、こう、弾きながらやってますけどね、良さそうなの。もう6枚目です。YM さん、次なんかいいの出たら、エンジョイさんも、良さげなもんが取れますね。はい、コロナですね。56、75。よいしょ。あともう一個なんかね、レジェンドのなんかいいとこ来てこないかな。はい、2枚目はイバノビッチ49の40ですね。はい、セルビア。次はイニエスタ。4の35。バルサですね。はい、ここはパッチでサンチェス。まあ悪くないかな。27の35。バイエル。で、こっから3位は、まず、シュトゥーラロですね。8の75。モダンマークスシグネチャー。これはユーベ。で、2枚目。あ、これもいいですね。セレブレーションシグネチャーのアルダートラン。16の49。バルサです。これもいいですね。はい。で、ラストは、あ、まあ、いいんじゃないですか。ウォルコット、若手の期待枠ですね。まあ、期待の若手枠か。逆。3の20です。パッチ、ちょっと少なめかもしれないですね。ウォルコットのパッチオートです。あまり見ないですね。モダンマークスとかよく見ますけど、パッチオートはウォルコットあんまり見ないです。はい。ワールドカップで跳ねるかどうか。ね。はい、という感じです。やっぱりね、普通に出ちゃいますね。はい。ケースが違いますから。毎回ね、出ても、次もまた出ます。はい。明日も出ます。そんな感じです。はい。じゃあ52回目ですね。今日ね、今8時20分ですけど、ボードロがあるから11時前ぐらいには画像アップできるかなという感じだと思います。ボードロが今日2回やると11時ぐらいになってしまいますんで、画像アップは少々お待ちください。はい、まあ、うん、いつもいいケースですからね。はい、名前で、あ、名前でもあれか、組み合わせがありますからね。ちょっと画像アップをお待ちください。店長のカスタマーズヒッツというツイッターのもう一個のアカウント、そちらに、画像を掲載いたしますので、ちょっとね、11時過ぎになってしまうと思いますけど、よろしくお願いします。はい、ドラフトリストの提出は明日の夜8時までで、メールの送り先は店長の G メールアドレス宛てですね、そちらにお願いいたします。はい、で、今回から、再開の KMS さんですね、ラッキースポットということで、次ご注文いただくとプラスワンスポットになります。53回目も今11かそこらだと思います、残りね。これで KMS さんが注文いただくと9ぐらいになります。ですので、また53回目もお早めにご注文ください。はい、じゃあ、ありがとうございました。また53回目よろしくお願いします。